ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓童作、池田大輔捕物全集第3巻より、森の長者。この作品集は1954年に刊行されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。妙なことがあるもんで、わしに宝探しをしてくれというやつが問い込んでまいりやした。御用聞きの源太が世にもきな臭い花を持ち込んできたのは、江戸はもうすっかり夏になってからのことでした。宝探しというと？池田大輔は所在のない顔を上げます。こんな時は難しい仕事でもあるか、せめて雨屋の仙太郎でも舞い込んできたら眠気覚ましになるだろうと思うような、うつらうつらとした昼下がりでした。下目黒の大白商で森の林右衛門というのがございます。東照宮様ご入国以来の旧家だそうで、持っている辞書も底辺ですが、長い間爪にともして貯めた金が少なく見積もっても3000両や5000両はあるだろうと言われておりますが、主人の林右衛門が急病で死んだ後、家中の者が総がかりで天井裏も床板も剥がして探したが、不思議に3000両5000両はおろか300の銭も出てきません。源太の話は物々しく発展しそうですが、でそれっきりなんで、下目黒の林右衛門といや随分陰謀なこともしたようで、小作人は言うまでもなく村中の憎まれ者になっておりますが、それだけに今更300の銭もねえじゃ、第一跡取りの林之助が承知しません。つてをたどってあっしのところへやってきて、2、3日骨休みのつもりで下目黒に来てくれめえか。気が向いたら屋敷中を探して親父が隠した金を見つけてくれたら、50と100のまとまった礼をすると、こういうわけで。それでお前は行かなかったのか？50と100は腰取りにしちゃ大金ですから、2、3日の骨折るちにはもってねえくらいですが、いくらなんでも実手を懐に突っ張らかして宝探しでもあるめえと威勢よく断りましたよ。貧乏性に生まれついてるんですね。源太もそれぐらいの見識はあったのです。それは断ってよかったよ。金儲けと聞いて飛び込むようじゃ頼もしくない。そんな話をしている時でした。源太親分はこちらで？玄関から怒鳴り込んだのは源太が目をかけている下っ引きの幹事でした。なんで幹事じゃねえか。親分に見張りを頼まれていた下目黒の森のお百姓ですがね、森の林之助のうちに変わったことでもあったのか？今ちょうどその話をしていたところだが。おー、あれですよ。今朝土蔵から火が出て、中へ入っている5人のうち4人まで焼け死にましたよ。え？ともかく親分にお知らせしようと思って、向こうは村役人と土地の牛松という男に頼んで飛んできました。朝っぱらから土蔵の中で4人も焼け死ぬのは容易のこっちゃありません。行ってみてくださるでしょうね、親分。行くとも。ところで旦那。源太は幹事の言葉を受けて、黙って聞いている池田大輔を顧みました。この私にも言ってくれというのだろう。よしよし、それは容易ならぬ匂いがするよ。行ってみよう。あら、ありがて、池田様が言ってくだされば100人力。おいらも行くぜ。10人力ぐらいにはなるだろう。顔を出したのは雨屋の仙太郎でした。せ、半人前と言いて邪魔になる方が多いぜ。源太はこんな憎まり口を聞きながら、決して仙太郎を嫌っているのではなかったのです。第2章。おすきや橋から下目黒まで、それは近い道ではありませんが、幸い4人とも元気などと日の長い時なので、行人坂へかかったのはまだ7つ、4時少し前。その辺りまで来るとプーンと火事場の匂いがして、往来の人もなんとなく物々しい表情をしております。火事場へ着くと手が回りかねて、まだブスブスいぶっているありさまですが、それでもどうやらこうやら4人の死骸だけは収容して、主人のおじの半兵衛が後始末の采配を振るっております。焼け死んだのは
若主人の凛之助と女房のお谷、それに凛之助の弟の千次とその連れ合いのお妻の4人で一緒に土蔵の中に入っていた番頭の二三郎は土蔵の壁を打ち破って辛くも飛び出したそうで、大やけどを負いながらも命だけは無事に助かりました。お南の池田様だ。源太が村役人や叔父の半兵衛に引き合わせると、ご苦労様でございます。こんなむごたらしいことになりまして、死んだ二組の老い夫婦がかわいそうでなりません。よろしくお願いいたします。叔父の半兵衛は涙などを拭いております。なんか怪しいことでもあるのか。源太はたまりかねたように口を出しました。怪しいことだらけでございます。5人の人間が入っている土蔵の中から火の出るはずもございません。半兵衛はごくりと固唾を飲みました。52、3の徳実そうな男で、村では口利きの一人でしょう。話はなかなかよく筋が通ります。大一番の海老蔵が外から一人で降りるわけはございません。女房が降りていたというのか。さようでございます。かわいそうに死んだ4人は戸前のところに一塊になって黒焦げになって死んでおりました。窓は？2階の窓は外から閉めてあったはずで、開いていたにしても頑丈な格子と金網で手軽に破る工夫はございません。すると番頭の二三郎はどうして助かったんだ？本人からお聞きください。だいぶ元気になったようでございます。言い捨てて半兵衛は焼け跡を示している大勢の方へ行ってしまいました。焼け落ちた土蔵は森の長者の雑用蔵で、穀物はありませんが、2階へは書道具類、下は納屋の代わりに使っているらしく、燃え草になりそうなものがうんと入っていたので、火の回りが思いのほか早く、助けを待たで4人は命を失ったのでしょう。漆喰の黄土は開けたままですが、焼け跡ながらその中の菓子の一枚戸は厳重にしまって、恐ろしく頑丈な海老蔵が地獄の門のように宿命的な頑固さで降りている様子はよくわかります。番頭の二三郎が突き破って飛び出したというのは、ちょうどその反対側で壁がめちゃめちゃに突き崩された跡がよくわかります。壁土は外側にだけ落ちているだろう。池田大輔は注意すると、死に物狂いで内から突き破ったんですよね。源太は当たり前みたいなことを言います。そんな丸太が蔵の中にあったのは二三郎の幸せでございましたよ。横から口を出したのは叔父の半兵衛でした。どこからかまた姿を現したのです。このうちのもので助かったのは誰だ。若主人の妹のお梨央と奉公人の幸吉と、それから怪我をした番頭の二三郎だけでございます。そのお梨央というのは？うちの中で二三郎の介抱をしております。呼んでまいりましょうか。いや、それには及ぶまい。いずれ後で行ってみよう。池田大輔は駆け出そうとする半兵衛を止めて、焼け跡の中へ深く立ち入りました。池田様、お裾が汚れますが。源太はそれに続きます。いや、それぐらいのことをいとってはいられまい。5人も土蔵へ閉じ込めて火をつけるやつは憎いではないか。源太、ひでえことをするもんですね。かわいそうに黄土の裏は傷だらけだ。見ちゃいられませんね。源太はさすがに顔を背けます。これだけの土蔵に外から火をつけて中に入っているものを焼き殺すにはどうするだろう。池田大輔にもこれは解きがたい謎でした。雑用蔵といっても相当厳重にできた土蔵です。アヒルの見通しの中でそれへ火を放つには一体どういう手段を用いたことでしょう。土蔵の外には藁も薪も積んであったにしても、中まで火の通るのは容易のことではなく、それが燃え尽きるまで中の5人が気がつかずにいるはずもありません。中に燃え草があったのだな。池田大輔は誰へともなく聞きました。ガラクタがうんと入っておりました。詳しいことは私にも分かりませんが。半兵衛は答えます。おや、床板を剥がして穴を掘った様子ですよ。源太はまだブスブス煙る材木を渡って土蔵の中ほどに進みました。そんなことだろうと思ったよ。
朝から4人も5人も土蔵へ入るのはいずれ宝探しかなんかだろう。池田大輔はそれに続きます。後ろからは恐る恐る、そして好奇心に燃えながらそれを見ているのは叔父の半兵衛です。第三章。池田大輔は源太を通して大急ぎで人足を集め、焼け跡を手一杯に片付けさせました。まだ煙っている材木や燃え残った雑物を片付けるのは容易のことではなかったのですが、それでも夕暮れまでにはどうやら一応の片付けが済んで、土蔵の中ほどの掘りかけの穴を掘ってゆくと、中から現れたのはかなりの亀が2つ3つ5つ。おや、こいつはやけに重いぜ。危ねえ、しっかり持つんだ、まぬけめ。源太が怒鳴る前に人足の一人は抱き上げた亀の一つを落として燃え差しの材木の上でみじんに砕いてしまいました。お、金、小判だ。ばらまかれたのは3000たる小判、それも真新しいような元禄小判がざっと千枚ばかり。折からの夕日を受けて命があるもののように焼け跡に踊ります。やっぱり思った通りだ。亀がいくつある？開けてみるがいい。え、亀はみんなで5つございます。口を塞いだ紙も糸もボロボロですから、中を見るのはわけもありません。源太の手に従ってボロボロの封が切られると、5つの亀を満たしたのはことごとく同じような小判、目分量でざっと5000両もあるでしょうか。村役人に預けるのだ。一応封印をするがよい。焼け跡に落ち散った小判は桶を持ってこさしてそれに詰め替え、4つの亀と並べて簡単な封印をする図は、あたりの惨憺たる風物と対照して、そこはまことに異様な情景でした。大勢のやじ馬が見ておりますが。源太は辺りを遠巻きにしているおびただしい村人を指さします。放っておくがいい。どうせ隠し押せることではない。これで一通り片付きましたが、もう引き上げましょうか。これからおすき屋橋までは楽じゃございませんが。次第に黄昏る辺りの様子を見ながら、源太は若い池田大輔をいたわるようにこう言うのでした。いや、土蔵は一人で閉まるわけはない。5人を焼き殺そうとした極悪人をあげなきゃ。池田大輔はよっぴてでもここに頑張る決心を定めた様子です。土蔵の前に神棚みたいなものがあるぜ。仙太郎は妙なものを見つけました。そういえば、なるほど、焼け残った雑物に混じって白木の台が一つとおみきどっくりと御幣などが散らばっております。入り口の内側に火鉢が一つ、ひなわばさみを突っ立てたままになって水に濡れておりますが、それを見つけたのは源太でした。土蔵の黄土の内側、真四角な木の火鉢にひなわの燃え残りがのぐろを巻いているのが、何やら謎めかしいものを投げかけているのでした。甥の凛之助は大のタバコ好きで、半時と我慢のならない方でした。土蔵へ入るのに多分仕事が手間取るとみて、ひなわを持って入ったんでしょう。こう説明したのは叔父の半兵衛です。そこを切り上げて母屋の方へ行く途中、目礼してすれ違ったのは19か20歳のいい若いものでした。あれは仁三郎のせがれでございます。父親は金の出入りや帳面ばかりやっておりますが、せがれの幸吉は野良を働いたり、家の周りを片付けたり、使い走りをしたり、下男のようなことをしております。これ幸吉。へえ。若い男は小戻りして自分を呼び止めた源太に挨拶しました。おめえは今朝どこにいたんだ？買い物を頼まれて篠橋まで行ってまいりました。出かけたのはまだ6時半前で、帰ったのは昼頃でございました。幸吉はそう言って顔を上げます。日に焼けて浅黒い顔色はしておりますが、刻みのしっかりした明るい表情で質朴な良い青年です。身なりは至って粗末で、尻切れ番天に紺の桃引き、腰に下げた手ぬぐいの真新しいのだけが
青々とした酒焼きとともにこの若い農夫の純情らしさを強調しているようです。何を買ってきたんだ。親父の喘息の薬を買うのが一番の用事で、あとは紙だのろうそくだのお茶だの。買った店は？いつも決まった店で買い物をします。篠橋の泉屋と伊勢達と、それから第四章。母屋はもう明かりが入っておりました。森の長者と言われた大白将にしては思ったよりは質素で、大きな土間に続いた広い丘って、床の高い今、その後ろがいくつかの寝間になって奥の座敷に続いております。板敷きの居間に薄べりを敷いて、真新しい布団に寝かされているのが、全身を白布で巻いた番頭の二三郎でした。そのそばについて一生懸命介抱しているのは、二三郎にとっては主人筋、この家の妹娘のおりよ、18になる世にも可愛らしい娘でした。二三郎は47、8の体も気も弱そうな男で、肩から右半面と頭にかけてのひどい火傷を受けた上、恐ろしい精神上の衝撃にすっかり参っております。それに比べてオリオはまた何という生き生きした娘でしょう。百姓屋の娘には違いありませんが、色白で少し華奢で、そして香ばしくて、木から取り立ての桃のように精神な感じのする娘です。二人の兄林之助と千次夫婦の無残な死は、この乙女には恐ろしい打撃だったに違いありませんが、それはそれとして近所の衆や親類たちに任せ、自分は奉公人ながらこの家の当園で、森の家にはなくてはならぬ番頭の二三郎の瀕死の重傷の介抱に余念もない姿は賢い態度だったかもしれません。どうだ気分は。源太はその顔を覗きました。おかげさまで少しは楽になりました。二三郎は少し頭を上げて、苦しそうに包帯の中で瞬きます。話をしても大丈夫か。大丈夫でございますとも、お医者もそう申しました。いや、お医者が何と言おうと、私は早く知ってるだけのことを申し上げて、5人の命を取ろうとした悪いやつを縛っていただかなきゃ。その元気なら大丈夫だろう。何だって朝っぱらから5人も揃って蔵の中へ入ったんだ。それからまず聞こうか。源太は池田大輔の胸を受けてこう問い進むのです。主人が源太親分にもお願いしたそうですが、先代の主人が隠した金を何としても探し出そうと随分苦労をなさいました。この間からうちの中は申すまでもなく、あらゆる場所を探しましたが、どうしても見つかりません。すると二三郎は少し疲れたらしく、枕の上にがっくり顔を伏せましたが、オリオが一口の水を含ませてやると、ようやく元気を盛り返してこう続けるのでした。おじさんの半兵衛さんが行人坂の占い健魂堂は評判がいいから一度見てもらってはどうかと言ってくだすったそうで、主人は早速健魂堂へ行って見てもらいますと、健魂堂の先生はこの金はきっと出るに違いない、隠した場所は辰巳の方角で、土に縁があり木に縁があり、真っ暗なところに埋まっているに違いない、ただし先代の思いがかかっているから、親兄弟や大切な奉公人も一緒になって探さなければならぬ、独り占めにするときっとたたりがあると申したそうで。二三郎の話のきっかいさに思わずみんな顔を見合わせました。そこで主人の林之助様は弟子の千次さんとも相談し、それぞれの連れ合いと奉公人ですが、森家の当園にあたる私までも加えて、先代のご主人の命日の今日朝の6時半、せがれを使いに出すと間もなく5人で蔵の中に入りました。辰巳の方角で土に縁があり木に縁があり、暗いところに埋められているというと、この蔵より他にありません。オリオは減らなかったのか。オリオさんは若くもあり、
女のことですから、こんな話を耳に入れないようにして、夕べから六軒茶屋のおばさんのところへ泊まりにやりました。これだけの用心はいたしましたが、おじの半兵衛さんを誘わなかったのが間違いで、そんなことから魔が差したのでございましょう。それはまたどういうわけだ。奉公人の私が入って、おじの半兵衛さんが入らないというはずはございません。それに行人坂の玄魂堂を勧めてくだすったのも半兵衛さんでございます。それから源太は先を促しました。土蔵の前に白木の台を持ち出して、一同心ばかりのお祓いをしてから土蔵へ入りました。他に火の気はなかったのか。ございません。もっともタバコ好きの主人は火縄ばさみを持って入りましたが、それは入り口の火鉢に立てておきました。そこから火が移るはずもございません。源太は黙って先を促します。五人の者が土蔵の真ん中の床板を剥がすと、そこに小判が一枚ございました。土の上でございます。宝はこの下にあると言わぬばかりで、それを見るともう夢中でございました。男三人は代わる代わる掘って、女たちはその土を土蔵の隅に運びますと、すぐ亀が出てまいります。さあ出たぞと全く無我夢中で、すると妙な音がして、土蔵の中はなんとなく煙っております。私は喘息持ちで一番先に気がつきましたが、宝掘りで夢中になっている人たちは私の言うことなどは聞いてもくれません。さあ亀が出た、二つだ、いや三つだと騒いでいると、急に息苦しくなって、左手の方にぼーっと火が見えるではございませんか。あっと驚く間もありません。最初ホタルビほどに見えた火がミミズのようになり、蛇のようになり、それが左右に走って、あっという間もなく土蔵一面の火になったのでございます。みんなは驚いて入り口の戸に飛びつきました。人様に知らせたくないので、ここは閉めてありましたが、錠も鍵もかけたはずはなく、すぐ開くと思ったのが、いつの間に閉まったか、五人がかりで引いても叩いてもびくともしません。その間に土蔵の中の火は八方に回って、中は綿のような煙でいっぱい。もう助かる道はあるまいと思いましたが、私はふと雑用蔵で壁がそんなに熱くないはずだから、突き破って破れないことはあるまいと思いついたのでございます。すっかり転倒しておりましたから、他の方を誘う気もなく、また誘ったところで私へついてくるはずもなかったでしょうが、ともかく入り口とあべこべの方へ煙をかき分けて飛びつくと、天の助けと申しましょうか、あったり足に触ったのはあの大丸太です。その丸太を取ってめちゃめちゃに壁をつきました。全く死ぬか生きるかの境で、思わぬ力が出たものでしょう。壁へどうやら潜れるほどの穴が開くと、下から冷たい風がどーっと入って、今までプンプンくすぶっていた土蔵の中がその時一時に燃え上がって、カーッと火の海になってしまいました。この恐ろしかったこと。二三郎はその時のことを思い出した様子で、しばらくは黙祷するように枕に顔を伏せます。私は夢中で飛び出しましたが、不甲斐ないことにご主人はじめ4人の方を見殺しにしてしまいました。出るとき後ろから火にあおられて、ご覧の通りの大やけどで、母屋にたどり着くのが精一杯でございました。そのうちにご近所の方が駆けつけてくださいましたが、土蔵は焼け落ちてもうどうしようもございません。二三郎の物語は終わりました。この凄まじい経験を再現することが手負いにとっては想像以上の苦痛だったのでしょう。語り終わった二三郎の額には油汗がべっとり浮いて、その目は何やら訴えるように苦悩にまたたいております。第五章。おりよ。源太はこの娘を外へ誘い出して、夕闇の中に相対しました。あたりに火事場の焼気が漂って、焼け跡の片付けや収容した死体の始末に、おじの半兵衛が声を枯らしております。
はい。オリオは恐る恐る顔を上げました。自分に課せられた重大な何者かに怯えきっている様子です。兄夫婦と二三郎を殺せば誰が一番儲かるんだ。おめえはそれを知っているだろう。オリオは黙って顔を上げます。二人の兄夫婦と二三郎を殺して一番儲かるのは自分の他にはないような気がするのです。叔父の半兵衛は兄たちと仲が良かったのか。オリオはそれにも答えようとしません。利口で堅実で評判のいい叔父の半兵衛は少しわがままでだらしのない二人の兄に時々意見を言って嫌がられているのを知っていたのです。お前に縁談がなかったのか。不意に口を入れたのは池田大輔でした。オリオはパッと赤くなってうなずいたようでもあります。相手はあの二三郎のせがれの幸吉だろう。でも兄さんたちは承知してくれませんでした。初めてそれだけのことを言ったオリオ、それが自分にとってどんなに不利益な言葉かも知らない様子です。二三郎は二人の仲をどう思っていた。かわいそうだけれど主人のお考えに背くわけにはいかないと言っておりました。よしよし、もう帰るがいい。大輔は源太の物足りなそうな顔にもかかわらずオリオを母屋に返してしまいます。驚きましたね池田様、あの娘が二三郎のせがれとわけがあろうとは。源太は少しばかり舌を巻きました。二三郎を解放している様子はただごとでないと思ったよ。二人の兄夫婦の死骸がまだ野天にさらしてあるのに。へえ、なるほどね。ところで源太、私は行人坂の健魂堂へ行ってみようと思うが、お前はできるだけ近所の衆の噂を集めてくれないか。へえ、やってみましょう。狙いは半兵衛の評判だよ。それから二三郎親子のことも。かしこまりました。源太を後に残して池田大輔は行人坂を登って行きました。後ろから飴屋の仙太郎が飴箱を鳴らしながらついてきたことは言うまでもありません。行人坂の上、健魂堂とある油障子を開けて、許せよ。池田大輔は中へ入りました。占いなら明日にしてください。今日はもう店じまいですよ。総髪をなでつけ、ちょびひげを生やした50年配の健魂堂はもってのほかの手を振ります。いや、占いではない。南から参ったが、その方に少し聞きたいことがある。健魂堂はすっかり震え上がってしまいました。凛之助の土蔵で4人の人間が焼け死んだことをお前も知っているだろう。お前のでたらめな占いで4人の者が命を落としたことになるぞ。誰に頼まれて一体あんなことを言った。言わぬか。それは実にのっぴきさせぬ強烈なものでした。申します、申しますよ旦那。その占いの種と申すのはこれでございますよ。健魂堂は汚い手箱の引き出しを開けると、何やら書いたものを取り出して池田大輔の前に押しやりました。大輔はそれを黙って取り上げました。それは半紙2枚ほどに書いた金文字の手紙で、森の凛之助からこれこれのことを占いに来たらこう答えるがよい、それは間違いもないことだから健魂堂のためにもなるだろう、賢良は凛之助から出るだろうが、ここにも5両だけ入れておく、とこう書いてあるのです。この筆跡に覚えはないのか。一向見覚えはございませんよ。恐ろしく下手な金文字で、それは誰の筆跡とも分かりませんが、わざと筆跡を変えて左手かなんかで書いたものでしょう。池田大輔はそれぐらいのことで満足して引き上げるほかはなかったのです。第六章。池田様、下手人は分かりやしたよ。行人坂から帰ってきた池田大輔を迎えて、源太はすっかり意気込んでおります。誰だいそれは。叔父の半兵衛ですよ。あの火事の時野良にいたというけれど、
誰も見たものはねえし、土蔵を前から閉めるのはあの男の他にはありません。それに凛之助千次の兄弟が死ねば、森の長者の大神代は半兵衛のままになるじゃありませんか。源太の言うのは至極当然でした。で、その半兵衛はどこにいる。旦那のお許しがねえうちは縛るわけにも見えませんから、幹事に見張らせておりやす。会ってみよう。源太に案内させていったのは、わざと母屋を遠慮して裏手に立っている物置の中でした。あ、池田様、これはどうしたことでございます。私は老いたち夫婦を焼き殺すなんて、そんなバカなことがあるものですか。大助の姿を見ると、半兵衛は一気にこう畳みかけるのです。いろいろ聞きたいことがある。まず気を鎮めて、それに返事をしてくれ。池田大助は相手の焦った心持ちをかき乱さないように静かな調子で始めました。どんなことでも申し上げます。半兵衛はようやく自分のはしたなさに気がついたらしく、日頃の落ち着きを取り戻そうと努力している様子でした。凛之助が宝探しに夢中になっていたことは知っているだろうな。よく存じております。私にも時々は相談をしたほどで。乾坤堂へ占ってもらいに行くように勧めたのはお前だというではないか。ええ、それは私が勧めました。人間の分別に及ばないところは八卦か占いに頼るほかはないと思いまして。半兵衛はこの頃の人らしい平凡な思いつきを言ったに過ぎない様子です。この手紙を知っているか。書いた者の心当たりがあるだろう。池田大助の手から乾坤堂の受け取ったという謎の手紙を渡された半兵衛はしばらくそれを眺めておりましたが、大変なことが書いてありますが、私には一向見当もつきません。こんな筆跡は見たこともないようで。左手で書いた様子だ。この仮名文字は下手なようだが、相当達者な字だと思う。さようでございましょうか。二三郎のせがれの幸吉と凛之助の妹のお梨央の間に縁談でも持ち上がっていたのか。池田大助は質問の題目を変えました。縁談というほどではございませんが、二人は若い者同士でつい心安くするのを凛之助と千次がひどく怒っておりました。あの通りの器量でいい縁談もたくさんあることですから、奉公人のせがれの嫁にする気はなかったようでございます。ところでこれは大事なことだが、お前が今日働いていたという畑はどこだ。つい二三丁先でございます。そこから焼けた土蔵は見えないのか。近いと申しても森の陰になっておりますから。森の長者と言われるぐらいで、この家はご覧の通り森の中になっております。それからもう一つ聞くが、お前の心象はどうだ。池田大助の問いは平凡で常識的でした。私の口から申しては変ですが、村では本家の次で何不自由なく暮らしております。それでよい。お前はお通夜のことや葬式の支度で忙しかろう。母屋へ帰るがいい。池田大助は何のわだかまりもなく半兵衛を返してやるのです。大丈夫でしょうか。池田様、下手人はあの男の他にはねえように思いますが、堀尾は間違いもなく六軒茶屋にいましたし、幸吉は篠橋で買い物をしていたことも下引きをやって調べさせました。よいよい、半兵衛は逃げはしないだろう。それより帳場から二三郎の書いた帳面を借りてきてくれ。母屋は人間がうるさいからここで調べたい。池田大助の言葉の終わるのも待たずに、幹事は飛んでいって一抱えの帳面を持ってきました。提灯の明かりでそれをパラパラと調べていった大助。源太、見るがいい。左手でどんなに下手に書いても仮名の書き癖は抜けないものだ。この名という字や日という字、葉という字などは上手下手は別として誰が見ても同じ癖だろう。え？もう一つ、この家に炎症があるだろうと思う。大白将はよく取り脅しの鉄砲を持っているものだ。
お府内は飛び道具はやかましいから隠してあるだろうと思うが、聞いてきてくれ。え、幹事はもう一度飛んで行きましたが、間もなく一丁の鉄砲を下げて得意満面で戻ってきました。ありましたよ、この通り鉄砲も炎症も。池田様。源太も次第に下手人の姿をつかんだ様子です。縛るがいい、あの火傷も大したものではない。それ、命令一家飛び込んだ源太と幹事は驚き騒ぐ幸吉やおりおを払いのけて、番頭の二三郎を床の中からごぼう抜きにキリキリと縛り上げてしまったのです。第七章。その晩、森の長者の家は嵐の後のすさまじい静寂のうちに、言いようもなく陰惨な通夜が営まれておりました。源太と幹事は下手人の二三郎を引っ立てて帰りましたが、池田大助と仙太郎はもう真夜中近くなったので、通夜の席に連なって開けるのを待つことになったのです。四つの棺の前に疲れた者のように黙りこくっていた人たちが、真夜中過ぎになるとさすがに二人三人と居眠りを始めて、八つ二時近くなると達者なのは池田大助と、せわしく動いている叔父の半兵衛とたった二人になってしまいました。と何を考えたか、池田大助は静かに座を立って滑るように縁側から庭へおぼろ月の下に立ち入れたのです。大将。後ろからついてきたのは雨屋の仙太郎でした。静かに。見ると前の方を二人の男女が月に浮かれたようにふらりふらりと歩いているではありませんか。それをつけていった池田大助と仙太郎は、その頃はまだ深くも広くもあった目黒川の淵に身を投げようとした幸吉とおりおをどんなに骨を折って助けたことか。それは捕り物とは関係のないことですが、村構えになるだろうともう人々の噂に上っている幸吉と敵同士の恋を思い諦めかねたおりおが、手を取り合って危うく無分別な死へと急ぐところだったのです。池田大助は二人を連れ戻ると、四つの棺の前で叔父の半兵衛や主だった村人に会い、頑固で迷信深い人たちを説得して、この敵同士の二人の恋を遂げさせるのにどんなに骨を折ったことか。大将、思いのほか分け知りだぜ。敵同士の幸吉とおりおを沿わせるまでに話をつけた時はおいらもとうとう泣かされたぜ。明くる日の帰る道々、雨屋の仙太郎がこんな生意気なことを言うのでした。おすき屋橋に帰ると源太は池田大助の帰りを待っていて、早速どうして二三郎が下手人と分かったかと尋ねるのです。何でもないよ、せがれの幸吉と幸吉の嫁にしようと思っているおりおを外へ出して疑いをかけられないように細工をしたのはあの二三郎じゃないか。二三郎は二人を一緒にして森の家を乗っ取るつもりだったのさ。それだけじゃ二三郎が下手人とは申されませんね。そうだと思う。だから苦労したのだ。一番先に気のついたのは、土蔵の壁を突き破った土が内側へは少しも落ちていずに外へばかり落ちていたことだ。土蔵の壁を突き破ったら一応土は向こう側へだけ落ちると思うだろうが、やってみるがいい。あれだけの硬い漆喰だと叩き崩された土は大抵ついた方へ落ちるよ。外からついたのでなければあんなに外へばかり土が落ちるはずはない。へえ、なるほどね。それに火の回りようが嘘だ。蔵の中へ炎症でも仕掛けて中から火をつけなきゃ外から入った火があんな具合に回るわけはない。主人がタバコ好きで火縄ばさみを持ち込んだというから、最初から雑物の間に炎症を仕掛けておいて中へ入って口火に火をつけ、すぐ飛び出して外から F 錠を下ろしたんだろう。
ひでえことをやったもんですね。それから中の騒ぎをじっと聞いて、頃合いを見て外から丸太で穴を開けたのだ。その時中の様子を見ようと思って、その穴からひょいっと顔を入れたんだろう。中で蒸し焼きになっているところへスーッと風が入ったから、穴からどっと火を吹いたに違いない。顔を引っ込める暇もなく、仁三郎は肩から顔半面と頭へかけて火傷をしたのだ。後ろから火を浴びたと言ったが、それは嘘だ。それにあの火傷は大したことではないが、それを大げさに言って自分も殺されかけたことにしたのだ。へえ、驚きましたね。その上、乾坤堂へやった手紙が左の手で書いてあったにしても、仁三郎の筆跡と分かればもう証拠は揃っているじゃないか。こんなことになるのもあの新章にたたられたのだろう。何代もの間無理をしてかき集めた金が幾人もの命を奪ったので。幸吉はいい男だし、お梨央はいい娘だ。二人はかわいそうだが、あの様子では村にも住みにくかろう。どこかへ行って裸一貫で働き出そうと言っているが、それも悪いことではあるまい。池田大輔はつくづくそう言うのでした。野村鼓動作、池田大輔捕物全集第3巻より、森の長者、読み切り。